バイクにある理数科一科と工業科五科を持つ私立の専門高等学校1963年に創立された川崎市立工業高等学校が1993年公明を川崎市立川崎総合科学高等学校に改唱し学科を現在の情報工学科、総合電気科、電子機械科、建設工学科、デザイン科、科学科とする。 校舎のシンボルである1号館は1992年に、春工。地下1階、地上15階建て、高さはおよそ70メートルで、全国にある単独校舎の高校で最も高い。法的には超高層ビルとなる。川崎総合科学を略して、川層、もしくは、KST、総科などと呼ばれている。 2008年の横浜市立、横浜サイエンスフロンティア高等学校の設立まで、科学科は、県内唯一の市立高校理数科であった。多くの学科を有するが、中でも科学科は科学科専用自習室を構え、進学率はほぼ100%。39人と少ない定員ながら、東京大学や東京工業大学などへの実績を、残しており、 その良好な進学実績から入学後に学力を伸ばす学校として、川崎市議会で取り上げられた。川崎市立ではあるが、全県一区の扱いであるため、神奈川県内在住であれば、川崎市外の在住者も出願、受験、登校が可能。誠実勤勉強券、郵便番号2 1 2 0 0 0 2神奈川県。 川崎市幸区小向中野町後の一玉川に、かかる玉川大橋の田元に所在する。川の字を表している。交渉のカラーは緑で、学年色は緑、青、赤。マラソン大会玉川の土手の下を、小杉付近までで折り返す、男子 6km、女子 4.5km のマラソン。制限時間内に完走した全生徒に得点が与えられ、クラスで、 その合計を競う。そのため、クラス内に高順位の人がいるよりもクラスの全員が、制限時間内にゴールすることが勝敗を分ける。2019年から11月19日に行われる予定だった、同大会は、同年10月に発生した令和、元年東日本台風の影響により中止となった。体育祭2006年度までは、体育大会が行われていたが、 これらに練習等を行う準備期間はなかったので、他校で見受けられるような、いわゆる体育祭そのものは存在しなかった。現在は、生徒会主催行事に変更され、名称、内容ともに見直しを検討している。そのため2008年度から体育祭が再開され、練習期間も一日1時間、1週間ほど行われている。 完全非公開なので一般の人は見ることはできない。2013年度からは応援合戦も始まっている。文化祭文化祭は、総火祭と呼ばれており、毎年10月上旬、または9月下旬の土日に行われる。当日の2日前は、授業をすべてなくし、総火祭準備をする。3年ごとに、各学科が、課題研究の成果などを展示する。 カテンと呼ばれるものが行われている。正門に設置されるアーチは、毎年、美術部の生徒や、各家の有志らが制作している。2016年度の総火祭テーマには、ご注文は、ウサギですかのパロディ、ご注文は総火祭ですかが使用された。また、2017年度のテーマは、獣フレンズのパロディ、ドッタンバッタン総火祭が使用された。 2018年度のテーマは、この素晴らしい世界に祝福を、のパロディ、この素晴らしい総火祭に祝福を、が使用された。2019年度のテーマは、18クラスの和がつながるようにと願いを込めて、0180はすげえわ、こりゃええわが使用された。課題研究発表会工業科の生徒が3年時に授業の一環として行う研究の発表の場であり、 毎年2月上旬に行われる。工業価学科の代表生徒による発表で、当日は、本校関係者以外にも、中学生、近隣住民などの見学も可能。川崎市立工業高等学校時代の生徒からの、呼び名は、土手沿いにあるので、土手高もしくは、土手高であった。どちらも読み方は、土手高。校内文書では、川志高の略称が使われることもあった。 現在は川、川僧、KST と呼ばれている。川崎市立商業高等学校が、川僧と呼ばれていたのに対して、川校とならなかったのは、神奈川県立川崎工業高等学校があったため、川崎市立工業高等学校出身者を含む、ありがとうございます。